王朝陽を朝陽マイナス金。大定9年1月4日は、道教の一派、全身教の開祖である。日本語読みを重要とする辞典類も多いが、その語彙よりすれば、朝陽と読むのが意にかなっている。関陽の出身。原名は、中府、字を、状況としたが、後に、か、字を智もと改名する。道後の朝陽で呼ばれるのが一般的である。 関陽の農家の三男に生まれ、幼くして、儒学の勉強を始めて、学問を重ねたが家教を受けることが叶なわなかった。そのため武官として有薬しようと考え、金朝時家の点検三年頃、武教を受け合格する。しかし、関陽郊外の天川鎮という偏境の、主税官にしか認じられなかったため、失意のうちに辞職し、身を持ち崩し、郊外風と呼ばれるような酒にふける毎日を、 送るようになった。正隆四4年6月16日、48歳の時、突然の天気が訪れ、天川の玉線と呼ばれる新線との神秘的開口によって同志となった。この時、王朝陽が出会った、一先生は、旅順陽の化身であると解釈されている。翌年にも、冷戦で再度遭遇したことで、王朝陽は、改心の決意を固め、祭祀を捨てるに至る。 そして酒をピタリと止め、厳しい修行の生活に入った。大定元年には、南時村に、勝死人の墓と名付けた、深さ4メートルもの穴を掘り、そこで修行を続けること2年半に及んだ。そしてついに本来の申請を得て、道を悟り、金丹がなった。この場所には、彼の没後、元、建宗2年に、徴用状道具という道館が混流されている。 大帝三連には、勝死人の墓を埋めた、王朝陽は、流昇、村均衡に、粗末な世を結び、修行と教家を開始したが、朝陽を知る教人は相変わらず、外風扱いをして受け入れることはなかった。そして、常に大きな福部を背負い、歌を口ずさみながら、またその家中に、王朝陽と七新人大抵七年四月二十六日、王朝陽は土地として、 自分で、龍将村の世を焼いた。後の弟子たちはこの世を、全身教発症の場所と考え、祖帝と呼ぶ。翌日、朝陽は、不退転の決意で、一人、三島地方を目指して旅立った。ここで初めて、忌味なおかと改め、地を、友明、道合を、朝陽師とした。その年の秋には、三島地方に現れる。うる七月十八日、馬丹養に出会い。 入門させる。この時、馬太陽が提供した用の名が、全身であったところから、全身鏡の名が起こったという。馬、太陽を弟子としたことが契機となり、入門を願う人々が、運襲したが、後に皇帝となる岡長春、丹おさまさ、各広氏安氏大玉比の4人しか弟子を取らなかったという。大手8年2月、王朝陽は弟子を連れて、 冥界衆の演歌道にこもり厳しく、弟子を共同した。6ヶ月にわたる修行の後、8月に、文み県で活動を始めて、三教執法会という一般に向けた組織を作ることに成功した。教えの評判の高さにより翌年の大定8年には、無退楽県で三教金連会を組織し、その前後に、馬太陽の妻の孫藤が弟子となった。その後、 三教三公会、三教玉科会、三教平等会を作り、三教執法会からわずか14ヶ月で、三島地方に五つの会を組織して一般に受け入れられた。この頃に、駅県で、劉長尾が、弟子に加わり、馬太陽以下の七人の皇帝が揃い、後に、七新人と呼ばれた。大定九年十月、王朝陽は、故郷の先生への帰路に立つも、 人の弁慶で皇帝に、最後の厳しい共同をした後、大定10年正月4日、59歳で没した。晩年の3年の短い期間に、全身教の将来の路線は定められた。金伊佐尾の武教小説、社英雄伝で、全身教の回祖のほか、武術の達人として描かれている。第一次、火山論剣で、天下一となり、中人図と呼ばれた。 物語中ではすでに個人となっている。弟子の丘長春も武術の達人として登場する。本来の神聖とは悟りであり、金丹であると王朝陽は言う。朝陽前神衆巻にの金丹と題する詩は、本来の神聖イコール金丹を自己の内側で練り上げることを述べている。ありがとうございます。